数百年に一度戦いの時が訪れ、ネカリが現れる。ネカリは人外の力を持って強き戦士を喰らう。次の戦いの時に多くの戦士が糧となる。はじめの戦士は惑い進むも、その身に赤き力を宿す。我武士は人、戦士の玉は我に返る。惑い進む者が戦いに身を委ねた時、赤き力が目覚める。次の戦士は火の神に仕える者。強き弾はクラウルブロウ。神の炎でもネカリには届かない。難儀とも、ネカリを退けることはかなわない。次の戦士、世界を滅びで満たす。すべてを滅ぼす力と、すべてを食らい尽くす力がぶつかり合う。勝者は。ネカリの到来、それは誠の戦士の証。力を示す。戦士の玉、我が腹に。戦士の玉は我に返る。